やっほ、こんにちは、もちおです。昨日エビを、甘エビじゃないか、エビか、甘エビ、甘エビじゃないな、なんだか美味しいエビがスーパーで安くなってたのでお刺身にして、お刺身で食べたんですけど、このね殻が出たのでこれを使ってお味噌汁を作っていこうと思います。結構いっぱいあるんですけど、これで、ね、これだけ食べたのに500円くらいだったっていう。まずここにお水を入れていきます。今お水を入れたので火をつけます。沸騰させていきます。出汁を取るっていうことですね。熱してる間に今日使う材料を紹介していきます。まずカツオの風味、出汁の素、顆粒風味調味料、これとあとお味噌、わかめを使います。またネギが欲しかったんです。ネギ入れたいんですけどネギないので、今回はとか言ってもらっているので、どっかってどこだ。エビのいい香りがしてきました。ものすごい勢いでアクが出てきたのでアクを取っていきます。すごい、アクがすごい出てる。すごいアクだらけだよ、すごいアクだらけ。アクの温床って感じ。アクマの白。香り、エビの、エビ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 、いい感じの。ちょっと飲んでみましょう。あー、いい出汁出てるわ、こりゃエビの。エビも本物だろうな、これ。エビの殻を全部一回出します。エビさん。やっほー、こんにちは。今殻を全部出し終えたので、ここの方に出汁を入れていきます。量はさささっと入れます。こんな感じですね。まあ、わかめも入れていきましょう。味を見ながら味噌を入れていきます。味噌大事だからね。グラタンみたいに見える。これが出来上がった
エビの味噌スープです。ということで完成しました。簡単だったね。これは捨てます。もう抜け殻だから。いや、ネギが欲しいな。美味しそう。いただきます。あー、美味しい。すごいエビの味がします。出汁が出てる。うん、ネギが欲しいわ。ごちそうさまでした。簡単にね、作れるのでね。エビを食べ終わって殻が出たらぜひ作ってみてください。以上、もちおでした。バイバイ。